ありがとうございます。私自身本当に緊張してまして、今日が来ることを本当に楽しみにしていました。今日このように本当に夢が叶ってですね、たくさんの、皆さんに発表できる日が来たことを本当に、嬉しく思っています。はい、イメージはですね、本当に、女子として優雅で、そして品がありまして、そしてゴージャスに見える、ブランドにしたいなと、思って作っております。本当にタグからですね、こだわりまして、こちらにも、ついているんですけども、普段では捨てられてしまうタグなんですけども、これを作るのに10時間以上もの打ち合わせを重ねまして、大事に大事に作り上げてきたものなんですね。はい、はい、女性のアパレルだけではなくてですね、私も一人の女性として、そして母として、子供と一緒にお揃いで着れるようなブランドにしていったりとかですね、今もうたくさんのアイデアが浮かんでいますので、発表するのが本当に待ち遠しいぐらいですね。はい、楽しみにしております。はい、はい、こちらはですね、ボーダーっていうのは本当にすごく人気の高いラインになってるんですけども、私のブランドがこだわった点はですね、よく見るとゴールドの刺繍が入ってるんですよね。それによってすごくこう高級感を出したことと、ファスナーで開くことができるという画期的な一枚になっています。このファスナーにすることによって結婚式前にこう髪の毛をセットしても、そのままこう脱げたりとか、お着物を着る際にすごく役立つ便利な一枚になっております。こちらはですね、妊婦さんでも着られる一枚に実はなっておりまして、こちらにちょっとビッグなリボンがついているんですけども、これも取り外し可能に、なっております。まず紐通しがないんですね。であえてつけなかったので、自分の好きな位置で自分の好きな形でこの紐を使ってですね、リボンをつけていただきたいと思っています。はい、こちらはですね、私が着ているもののカラー違いになるんですけども、フリルとパールをもうこれでもかっていうぐらいふんだんに使っていますので、ゴージャスな一枚になっていると思います。今日はセットアップで着てますけども、下に結構クラッシュデニムだったりとかレギンスとかで、はいはい、合わせていただいてもいいですし、 この1枚ですと幼稚園だったりとか結婚式だったりとか、あとは彼のお母さんに会う時とかはすごく人気が出るんじゃないかなと思っています。新山千春のブランド、千春新山の洋服を着ていただいて、ぜひみんなに本当にモアモアハッピーになっていただきたいと思っております。私の中ではですね、女性なら誰でもが憧れる、シャネルに近づけるように、頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、今ですね、やっと記者会見が終わったんですけども、昨日から本当にドキドキしていて、実は、眠れなかったんですけども、15歳の時に青森が出てきて、自分がこうやって、ずっと夢だった念願のアパレルプロデューサーとしての夢がようやく叶いました。叶うことができました。本当に応援してくださる皆さんや支えてくれるスタッフさんのおかげでこういうふうに実現できたことを改めて本当に心から感謝しています。これから始まったばっかりですけども、これからもっともっと頑張っていきますので、ぜひ、みんなで、千春新山を作り上げていきたいと思っています。ぜひ応援してください。そして一緒にプロデューサーになってください。